します。よろしくお願いします。先日仕事終わりに、カマシンに買い物に行ったんですけども、カマシンのパン屋さんが8時過ぎとかで半額ってなってて、あ、これはパン買ってこうと思って行ったんですけど、前におばあさんがパンを選んでて、4種類ぐらいのパンが1、2個ずつあったんですけど、割り込んでいくのもあれだなと思って待って、トレイを持って後ろで待ってたら、あ、おばあさんいなくなったと思ったらパンも全部なくなってました。なんだかちょっと寂しい気持ちになったんですけど、そっとトレイを置いて帰りました。次回はもうちょっと早く行ってパン安く買えるなと思うとワクワクします。以上、せーの、イエーイ、お願いします。どうぞ。